アンデルセン作曲の24の練習曲オーパス21のナンバーワンを解説していきます。まず最初、モデラートというテンポ表記があります。まあ、モデラートは中ぐらいの速さです。アレグロとアンダンテの中間って言われてます。最初メゾフォルテなので、あまり大きすぎず小さすぎず中ぐらいの強弱で入りましょう。低い音なので、まあ、あったかめの銅が最初出せれるといいですね。でスラーがあって、その後スタッカートがありますので、ここの変化をしっかりとつけましょう。しっかりレガートした後に鋭く軽やかにスタッカートをしていく。そしてこちらフォルテがあるところ、ここミーの音は上からね、こう降りてくる時の大事な音なので、テヌートしてビブラートもかけながら、こう長いレガートを作っていきます。降りてくる時にこうディミニエンドもしっかり忘れずにしてください。でここもそう、こう上がっていく時ね、しっかりクレッシェンドしていきながら、ミソドミソドミーレドシーラソファミっていけるといいですね。このミーの音です。でクレッシェンドここしていって、フォルテになりまして、ディミニュエンドして、ここまた最初のテーマに戻ってきます。で同じですね、レガートしてここのスタッカートの変化をつける。でその後も一緒です、ミーレドシーラソ、ここをテヌートしてください。で降りてくる時ディミニュエンドで、ここもクレッシェンドなんですけど、ちょっとここ違いますね、最初と。そう、ソーファーミー、ここかなり跳躍ありますので、ここの高くなったソーの音はしっかりテヌートして、ソーファーミーレドシーラソファソシビブラートしてテヌートして大事に演奏しましょう。で降りてくる時またディミニュエンド、ドルチェ書いてあるので優しく次吹きましょう。やっぱりこういう、長いスラーの時、隣り合った音ガタガタにならないようにしっかり耳を使って、よく音を聞きながら練習していってください。こういう小さなあのスタッカートのところも注意して、レガートスタッカートっていう感じでしっかり変化をつけていきましょう。ここもそうですね、レガートしてタンギング、息とね下の変化をしっかりつけていきましょう。ちょっとここをまた一緒のレガートスタッカーと、ここちょっと大変ですけど、ドラドドレドレドレシレレミ、ここしっかり、口の中狭くならないように音の連結をねしっかりしていきましょう。で次の段また最初のテーマに戻ってきます。レガートスタッカートの区別、息と下の使い分けをしっかりしてください。ここも一緒です、ミーレドシーラソ、高い音の時はビブラートテヌートしっかりしてください。ここもそうです、ミーレドシーラソ、レガートスタッカートの区別で、ここから最初とは違う音出てきます。シドミソラファドラファファミレドレファラシソレシソって、こうどんどん調が変わっていっているので、そこの和音もしっかり感じながら、一人で吹いてるんですけどしっかりピアノの伴奏がついているような感じで演奏します。シドレファミレド、ここかなり音高いのでビブラートテヌートしっかりしていきましょう。で長いレガートがあって、またスタッカートがあっての繰り返しですね。で最後の方ちょっとクレッシェンドデクレッシェンドがかなり多いです。長いスラーのレガートの中での音の連結しっかり気をつけながら耳を使って演奏しましょう。最後は一拍ずつ、シソミドラソミド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 、ここはディミニュエンドで終わりますので優しく終わりましょう。波長調で終わりますので、こう音形下がってくるとき音程も下がりやすいので、最後のドの音は低くならないように綺麗な波長調で終わりましょう。
以上でアンデルセン作曲24の練習曲オーパス21ナンバー1を解説終わります。